疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回もまた素敵な歌を聴かせていただき、はい、いや素晴らしかった。お二人で来ていただいて、そうよ、うん。だいぶやっぱりね、うん、正直だいぶ気楽ですね。あ、前一人だったから、ね。一人で来ると、はい、自分があのイントロクイズとかで間違えると。はい、うん、全員分かってないんじゃないかみたいに、うん、グループ全体がね、まあ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 ね、なるんで、あの2人の後ろで、あのもう常に入れてるツッコミがもう面白くて、いやいやすいません面白くて演奏しろよ、すいません、すごいよね、必ずね、なんか言うもんね、なんか言わないと、素晴らしいね、やめて、歌わない時もあるんで、そこでちょっと映してもらわないと、そこで爪痕残さないといけない、そこで映してもらわないとっていうか、あなた9割ぐらいカットされる、そうですか、ちなみにお二人年の差メドレー、はい、年の差メドレーは面白かったっていうか、うん、やっぱもう本当にカラオケ行きたくなっちゃって、行きたくなりましたね、皆さん言われるんですよ、やっぱり普段歌えない方と女性シンガーとのデュエットとか、あ、うん、今日も最高、最高、正直楽しかったな、聞いてるがただ幸せ、最高、黒沢さん、男性女性ひっくり返しだからそうなんだよ、知らよ。この曲ってあれなんか結構高くないと思って。お二人また今年も出ていただけますか。引き続き。ちょっと引き続きよろしくお願いします。ちょっとね反射神経ちょっとあそこだけ勝てれば絶対勝てる。浜田歌謡祭2月2日金曜夜7時ぜひご覧ください。ハッシュタグ浜田歌謡祭で皆さんたくさんつぶやいてね。オッケーです。ありがとうございます。佐野です。わかります。さっきからずっとやってるんだけど、突っ込んでいるのよくわからない。